いな。怖いねこれ。ワンボックスやったら色走る。無理やん。東野と矢部はあのあのままコーチいて刀剣見てましたもん、ね、そう見てるやん、ちゃんと見てるよ、く見ましたよ。あの刀剣はちょっとすごかったな。行くまあルート的にはまあまあ十分いけるけど、さっていくだろ。いや大丈夫、良い気分は。だいぶあとね、近づいてきちゃう。なかなか進まないですね。ミシンの処理と一緒やもんな。険しい道やもん。そうやな。直線した短いもんね。せやミシングに比べたら何でもできるよ。タイヤのとこだけやな、穴が凹んだんですね。あ、でもなんでいいだ。これ、でっかいケーブルや。え、ケーブル張ってんの。まあ、なんかでっかいケーブルみたいな。光か。ラストスパート。うん、なんかちょっとホッとするね。こんな安定したんですよね。まあ、結構あれやね。どんどん飛ばしてくれんのかな。結構スピード出せないかな。やめてね。いや、だってまだここ全然。あ、いえいえ。いや、途中もなんか、そこそこ。まあ、時速2キロぐらいだ。まあ、これ登山の方がやったらこれ目印なのかな。あ、でも結構あれやね。ね、両方の道につけてるね。やっぱあれだね、ほんま夜が走る時のためなのかな。もうあるかもしれないけどね。これより先は崖ですよ。逆にここが一番必要やねんけど、ないからね。ね、木が貼り付けるもんがない。陶芸からやっぱ綺麗な景色見えるから、絶景、絶景風呂が、風呂が見れる風呂見れるの。そうそう、女性の裸見れるんですか。婚約ですか。いやいや、婚約。
ね、女子ブロガー、女子ブロ、女子ブロ、女子アナブロが見える。ああ、女子アナ、わざわざこんなところ。ぐらいだったらだいぶ早く行くんじゃないね。とっくにああまたなんか始まったのか。あお。あ行くで。どうするこれ泥だらけ。いや、もう泥だらけ。いや、もう泥だらけ。いや、あの、いや、これ、全部全部多分、下の方は泥だらけで分かんねんけど何、上から下からみたいな。あれ、どこ行っとってんのレースでも出とったんだみたいなパリ高出てましたってあ、でもほんま、だいぶあと近づいたやろ。ねええ感じ、ええ感じ。これでちょっとあの正直しまったら俺ごめんねって謝るからめっちゃテンション下がる。いやでもほんまこれ何空いてる確率低いと思うから。電話してみ、電話番号なんかなかった。なかった。電話つながる。うん、すごいですね。電話ないのに住んでるんですか。いや住んでるというか携帯つながろう。そこには住んでないよその人は。あ、そう、前通ってんのかな。うん、電話番号だ、なんか、出てこへん。てか、あそこにあることじゃあんまし、ね、ごく一部のマニアしか知らない。なんか、調べ、ね、テレビ見て初めて知ったから。うん、高知県。え、入った入った。あ、あれ入ってもだよ。え、高知県入ってもだんか。でもこれ、マイル回ってるからまた特殊に戻るんじゃん。ああ、そうか。そういうことね。まあ、方向的に高知っていう、あれじゃない。うん、当てってる。いや、なんか境目がちょっと来たんじゃないですか。境目が欲しかったんや。来た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